皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルは題して大久保軍団解説です。まだどうする家康では大久保忠世しか出ていないので、題名の軍団感はまだあまりないんですが、大久保軍団は相当な濃いメンツが多い一族となります。大久保家はまず徳川家最古参の譜代家臣の家柄となります。松平家にはいつの代から従っているという区分があるとされておりまして、この区分は各資料によって若干違うんですが、三河物語や流英秘館では大久保氏は安城譜代と分類されています。とは言っても大久保一族も松平に仕えた際の詳細の情報は不明な部分が多々ある一族となっています。まず大久保一族の出自から紹介したいと思います。大久保一族の出自についてははっきりしていない点が多々ありまして、家系図がつなげられている説があるんですけれども、これよくある話なんですが、それも前提で話しますと、下野の国の名族宇都宮氏から分かれた武蒙氏という家系になるとされています。宇都宮氏というと藤原北家の藤原の道兼の子孫とされておりますので、説の信憑性は別として、前回の動画で紹介した本田家の出自も藤原北家になるという説が一部ありますが、本田家と大久保家は藤原の諸助から分かれた半端なく遠い親戚になるということになります。藤原一族松平家の元に集うという形が完成しています。また鎌倉殿の13人にすぐつなげたくなる自分がいるんですけれども、すいません、宇都宮家の鎌倉時代前半の当主宇都宮頼綱は北条時政と牧の方の間に生まれた娘を妻として迎えておりまして、表情衆として活躍した宇都宮安綱が生まれています。この安綱も北条智時、最終回で三浦義村に爆弾発言をしていた北条智時の娘を妻として迎えておりまして、この子孫が大久保氏に続いているという説があります。またしてもちょっと二つの大河を無理っくりつなげてしまったんですけれども、その後は三河に移り、宇都氏という名前を名乗るようになりまして、その後大久保氏を名乗ったとされています。大久保一族と聞くと人によって様々なイメージがあると思うんですが、自分はなぜか八方園というイメージが出てきます。同じイメージの人いたらすごい嬉しいです。後ほどそこの部分は紹介したいと思います。先ほども紹介しましたが、どうする家康ではまだ大久保忠世しか大久保一族は出ていないかと思うんですが、他の大久保家の一族の面々はどこまで出てくるのか、忠近、彦左衛門は出てくるのかというところに注視しながら見ていきたいんですが、家系図を見てみると第一印象は忠和の子供が多いというところで、ここから大きく家系図が広がっているようにも見えます。ということで早速紹介していきましょう。大久保忠世の祖父宇都忠重という人物がおりまして、その子供の忠利、忠和の代に大久保を名乗るようになったとされています。忠重は1476年生まれとされておりますので、松平宗家としては松平親忠から長親の代に生まれた人物となります。清康が主君になった際には山中城攻めで功がありまして、大草松平家の松平正康は岡崎城を明け渡しています。松平正康はどうする家康では東京03角田さんが演じられている正久の父とされる人物です。そして世代は子供たちの忠利、忠和の代へつながっていくことになります。この代から兄弟は多くなってきて、徐々に家系図が広がっていくこととなるんですが、順序は少し変わってしまいますが、大久保忠和の子供たちから見ていきたいと思います。大久保忠和は松平宗家、清康、広忠、家康の3代に仕えた貢献度の高い家臣となります。1511年生まれとなりまして、これは松平清康と同い年の生まれ年となりまして、大久保忠和は1583年まで生きておりますので、これは本能寺の変の翌年ということになるんですが、清康も森山崩れがなく長生きしていれば、この辺りまでは生きていたのかもしれないと思ってしまう部分があります。この忠和は織田方の蟹江城攻めの際に武功があり、蟹江七本槍として評価されている人物です。この忠和も男子の子供が非常に多くて、ここから大久保軍団がさらに大きくなっていき、さらに飛躍していくこととなります。そしてその大久保忠和の長男、大久保七郎右衛門忠世です。
すでにどうする家康でもかなり癖のある人物として登場しているこの人物から紹介していきましょう。どうする家康では大久保忠世は小手伸也さんが演じられています。この大久保忠世も先ほどの父忠和と同じで蟹江城攻めの際の活躍した一人として蟹江七本槍となっています。またこの忠世は徳川十六神将にも数えられている人物です。1532年生まれとされておりまして、家康より11歳年上となります。1563年の三河一向一揆では、他の家は家康型一揆型に一族内で分かれて戦ったりする中、大久保一族は一族を挙げて家康型として味方し大活躍しています。本拠地の上和田の館で一揆軍を迎え撃ち退却させています。忠世は宗家の大久保忠利をもしのぐ活躍を見せたとされております。また三河一向一揆の後に出奔した本多正信の帰参を仲介したとされ、そういった優しさの一面も見ることができます。1572年の三方ヶ原の戦いでは最前線で戦っています。三河物語によると、忠世は負け戦の夜、ただ浜松城にこもっているだけでは武田軍が勢いづいてしまうということを進言し、西賀崖というところで布陣していた武田軍に一泡吹かせようということで、鉄砲隊とともに乗り込みまして、武田軍めがけて撃ちまくりまして、信玄を驚かせたという逸話も残っています。なかなか勇猛果敢な武士ということになります。1575年の長篠の戦いでも大久保忠世は弟の忠助と共に大活躍することとなります。この時忠世は織田徳川軍の最右翼に陣を構えています。最右翼ということもあり、ちょうど馬防柵が切れるところにはなっているんですが、対する正面に布陣するのは武田軍の隊で、武田四天王の一人山形正影隊になります。個人的感想を述べますと、怖えという言葉以外出てこないんですが、大久保忠世、忠助兄弟は徳川軍切っての猛将で、相手にとって不足なしといったところでしょうか。山形正影は大好きな武将の一人なんですけれども、今の主役は大久保忠世なので、そこは置いておきまして、山形正影はこの策と鉄砲に真っ向から挑むと被害が大きくなると踏み、大久保忠世の陣を南側より回り込んで策のないところから攻めようとします。しかしこれを巧みに防御し、山形軍の思い通りにはさせない戦を忠世忠助はしています。この戦いぶりは信長の目にも止まりまして、信長は家康にあの二人は誰だということを問いただし、忠世忠助兄弟でございますということを家康が信長に伝えまして、信長はその戦いの様を称賛して家康を羨ましがったとされています。そして山形正影を退け、信長にも認められる、これは武士の誉れと言ってもいいような気がします。自分は過去の動画でも出しているんですが、武田24将がすごい大好きで、甲府の屋敷跡巡りを24将分するくらい武田家臣が好きなんですが、正影を止めた小手さんすごい、忠世すごいと思ってしまいます。ということを考えると、忠助もどなたか俳優さんが演じられる可能性も結構あるかと思うので、ちょっと楽しみです。その後二俣城を取り返した家康は大久保忠世に改宗を命じて城主にしたとされています。後にこの二俣城は徳川信康が自陣して果てた城ともなります。1582年の本能寺の変の後に伊賀越えのメンバーには名を連ねておりませんでして、息子の忠親、弟の忠助が同行しています。その後信州奉行にもなっており、切り取った信濃を任せられていることから、忠世の家康からの信頼の高さを感じることができます。1585年には忠世人生最大ともいえる敗戦を経験します。信濃の真田昌幸が徳川家から上杉家に鞍替えし、家康は真田家を滅ぼすために鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉が7000の兵を率いて真田昌幸を攻めますが、昌幸の巧みな戦法により撃退されてしまいます。7000対2000の戦いで敗れてしまうということで、この戦いをもって真田の名が全国に広がっていくこととなり、忠世はこの敗戦を相当悔しがったとされています。1590年の小田原合戦の後には小田原城4万5000石を与えられておりまして、1594年に亡くなりますが、関ヶ原を迎える前に家康の天下を見ないまま亡くなっています。あとは嫡子の大久保忠親が継いでいます。続いて忠和の次男、忠世の弟、大久保次右衛門忠助です。
忠世の5歳年下の弟で1537年に生まれています。兄と同じくして徳川16神将に数えられておりまして、兄弟揃って猛将ということになります。1572年の三方ヶ原の戦いの直前の一言坂の戦いでは、家康を逃がすために本多忠勝と共に神狩りを務めています。1575年の長篠の戦いでも、先ほど紹介しました最前線で兄忠世と共に奮戦しておりまして、信長に称賛される活躍をしています。本能寺の変の直後は伊賀越えにはもちろんいまして、家康と共にこの窮地を脱出しています。と考えると、本当かどうかは別として、家康は本多忠勝、大久保忠相の生涯無傷コンビに守られていたということになります。小牧長久手の戦いにも参戦しています。兄忠世とは行動を別にしていることも多く、家康が関東に国替えになった際には上総の国茂原に5000石を与えられています。1600年の関ヶ原の戦いの際は、徳川秀忠を大将とする中山道軍として西を目指し、兄忠世は敗れた大久保家の宿敵ともいえる真田昌幸と戦うことになりますが、結果的に秀忠軍は関ヶ原本戦に帰参するという結果を招いています。戦後、駿河の国沼津に2万石を与えられています。子供に忠兼がおりましたが、創生しておりまして、弟に家督を譲ろうとしますが、その弟忠孝に誇示され、忠助の家系は無視断絶となっています。この忠助は、兄忠世が見ることができなかった家康の天下をこの目で見届けて、大阪の陣の前の1613年に亡くなっています。続いて、忠和の子供で忠助の弟3人を一気に紹介しますが、3人とも戦で戦死してしまっています。大久保忠兼は、吉良氏との戦いの藤波縄手の戦いで討ち死にしてしまっておりまして、その弟の大久保忠頼は三方ヶ原の戦いで討ち死に、その弟の大久保忠真は遠江の国犬井城攻めで討ち死にしてしまっています。続いて、同じく忠和の六男で忠世忠助の弟大久保権右衛門忠為です。この忠為の家系はハイパワーな家系となっておりまして、まず忠為自体は甥の大久保忠親の子供で、石川家成の後を継いだ石川忠房に属しています。忠為の子供の忠友が後を継ぎ、徳川秀忠に仕え、大阪夏の陣にも参戦し、その後2000石の旗本となっています。忠友の子供の忠隆は1万石を領する大名となり、さらにその子供の大久保常春の代には下野の国烏山藩3万石となっています。この烏山藩は幕末まで続くこととなります。また、忠友の弟の大久保忠古は、紀州藩徳川頼信に仕えることとなり、養子として迎えた大久保忠直の娘が、徳川吉宗の側室として、九代将軍家重を生むなど、意外な関わりを見せています。続いて、忠和の子供で、忠世忠助の弟としては最後の紹介となります。大久保彦左衛門忠隆です。私はこの方のことを勝手に八方園の主と呼んでいます。白金台にある八方園なんですが、以前そういった背景を何も知らないで八方園に行った時に、なんて素晴らしい場所なんだと第一印象がありまして、確か庭園内に説明があった記憶なんですが、なければすいません、ここは天下のご意見番彦左衛門の屋敷跡なのかと超絶感激しまして、白金台で叫んでしまったんですが、心の中でですね、この敷地の一部が屋敷地だったということを、そしてプラス明治時代には青天を衝けで高良健吾さんが演じた渋沢喜作の所有地と知った時にはすごい興奮したのを覚えています。それ以来、自分自身は彦左衛門のことを勝手に八方園の主と呼んでいます。失礼いたしました。この人物が、あの天下のご意見番大久保彦左衛門忠隆となります。忠和の八男として生まれておりまして、かつ大久保氏を中心に描かれている三河物語の著者としても知られています。フィクションとノンフィクションが入り混じる人物ですが、前半生を見ていくと1560年生まれとなります。桶狭間の年の生まれということになりまして、長兄忠世が1532年生まれ、次兄の忠助は1537年生まれとなりますので、年の差の弟、もはや息子レベルの年の差ということになります。というよりも、長兄忠世の嫡子忠親は1553年生まれで7歳年上になり、現在で言うと忠親が20歳になった時におじさんの彦左衛門13歳にお年玉を渡すという状況になることを考えますと、まあでも
当時は男子を多く残すということもあるのでよくこういうことは起きているんですけれども、この忠敬ご意見番のイメージがありますが、戦場にも多く出陣しておりまして、初陣は1576年の乾城攻めで、完成長州諸家譜では記載があるとされています。1585年の上田合戦にも出陣しています。この戦で忠世同様、忠敬も苦杯をなめる結果となりました。また1581年の高天神城攻めでは、城から打って出てきた元今川の重臣で武田家臣となっていた岡部元信に対して気づかずに、最終的に本田門戸が岡部元信を討ち取り、忠敬自体が打ち漏らすということが起きています。1600年の関ヶ原の戦いの時は、秀忠軍として第二次上田合戦に挑みますが、前回の屈辱を晴らすところまではいきませんでした。関ヶ原の戦いの後は、自警忠助が駿河の国沼津二万石を拝領され、この忠助は子供が創生しておりまして、忠敬を養子に迎えようとしますが、兄忠助の勲功でいただいた領地を何も勲功のない自分が継ぐことはできないと固く固辞しまして、忠助の家系は無視断絶となっています。これには忠敬の潔さを感じることができます。忠世の後を継いだ忠親が改易になった際には、忠敬も連座しますが、その後家康の旗本として呼ばれ、一線国を与えられ、将軍家の直臣となっています。大阪の陣にも出陣しています。その時に豊臣方の猛攻があったことは、真田丸などを見てよくわかるんですけれども、その際家康本陣の旗奉行が慌てふためき御旗を倒してしまったことがありまして、家康は倒れたのを見たと主張しますが、彦左衛門は断じて倒れていないと主張し、家康より忠世忠助も頑固者だったけど、彦左衛門もさらに頑固者だと言わしめています。彦左衛門忠敬からすると、徳川家康にとって最後の戦になるであろう大阪の陣で御旗が倒れたということはあってはならないということで、ここはどう思われようが徳川家のために譲れない部分があったとされます。当時大御所として君臨する家康に意見などする者はいなくて、この彦左衛門の姿勢が後に天下のご意見番と伝説化されてしまったということになります。他にも旗本が腰で登場することが禁止になった際には、大だらいに乗って登場するなど逸話の多い人物となっています。家光の代まで仕えて、家光から家蔵の話がありますが、これも誇示しています。1639年に亡くなりますが、その直前から三河物語の執筆に取り組んでいまして、もともとは門外不出として作成したものなんですが、それが世に出回ったとされていまして、信憑性の低さは挙げられてますが、彦左衛門が書きたいことを書いたと思えば、その視点では面白いと思います。忠敬の後は大久保忠名と続き、男系は6代目で途切れますが、女系として続いていくことになります。家系図的には彦左衛門忠敬の甥っ子で、7歳年上の忠世の嫡男忠親まで戻りまして、大久保忠親を紹介します。今回どうする家康で多分出てくるでしょう。忠親も自分の中では青い徳川三代のイメージが強くて、石田太郎さんが演じられてたイメージが強いです。1553年生まれとなりまして、家康のそば近くで仕えていて可愛がられていたとされます。三方ヶ原の戦いでも家康の近くを守り、浜松城まで撤退しています。1582年の伊賀越えにも同行しており、家康と共にこの七を脱出しています。家康の関東への国替えの際は、父忠世とは別に武蔵の国羽生二万石を与えられていまして、1593年に秀忠に仕えることとなります。1594年に父忠世が亡くなると、小田原の所領も相続しています。秀忠からの信頼も勝ち取っておりまして、家康の後継者の話が出た際には、秀康や井伊直政が推す忠義などいる中、忠親は秀忠を推したという逸話も残っています。1600年の関ヶ原の戦いでは、秀忠軍として中山道を進み、上田城攻めの際は本田正信と対立したとされます。1610年には老中になりますが、大久保忠親突然の没落をその後迎えることとなります。1613年に山口重政の子供と忠親の養女の婚姻を幕府の許可なく行ったとして、1614年に改易となっています。
これにはたくさん説がありまして、家康が忠親を排除したかった本田親子の企みなども言われていますが、本田正信にとって大久保家には恩があるので不明点は多々ありますが、とにかく誰かが忠親を排除したかったということは間違いないことかと思います。忠親の孫の忠元は家康のひ孫ということもあり、二万石で蟄居となり大久保家を継ぐことを許されています。祖父忠親は失意のうちに1628年に亡くなりますが、1625年には忠元は許されておりまして、1632年に美濃加納藩5万石、1639年に播磨明石藩7万石、1649年に肥前唐津藩8万3000石と徐々に石高を戻していきます。その後、いとこの大久保忠友が後を継ぎ、1686年には忠親以来の小田原に戻り、11万3000石となっています。なんと言いますか、ここに来て三河譜代時代からの大久保家のプライドがやっと取り戻されたという感じがしてきます。この忠友は老中主座として家綱綱吉政権を支えておりまして、忠友の息子の忠正も老中となり、その後も大久保家からは老中を輩出しています。結果的に許されているということになりますが、忠親の改易は大久保家不遇の時代となります。そして続いてはどこで紹介しようかすごい悩みました、ミスター金山大久保長安です。大久保忠親より大久保姓を与えられていまして、血縁的には大久保一族ではありませんが、まあ、大久保姓を与えられているということで大久保一族とさせていただきます。前半生は完全に武田家の人物となります。猿楽氏の父とされる人物が武田信玄に仕えたことから武田家の元に行くこととなります。猿楽氏の家柄ですが、信玄に兄と共に気に入られまして、武士として取り立てられ、土屋正嗣の与力となっています。個人的には土屋正嗣大好きなんですけれども、長篠の戦いで馬防柵の20目までぶち抜いてきた猛将で、設楽原の古戦場の正嗣最後の地に行ったことを思い出しました。その後鉱山開発に従事し、ここで才能を発揮したということになります。1582年に武田家が滅亡すると家康の下で仕えるようになりますが、その経緯は諸説ありはっきりしていない部分があります。一つ言えるのは当たり前ですが、家康に認められたということになります。そして大久保忠親の与力となり、そのタイミングで大久保の姓を与えられたのかと推測できます。家康が関東に国替えになった際には代官頭に任じられておりまして、八王子に旧武田維新を中心とした八王子千人同心を作り、この八王子という交通の要衝の警備も担っています。鉱山開発では甲州流の採掘方法に変え、石見銀山や佐渡金山、伊豆金山などで大きな成果を上げることとなります。相当なゴージャスな生活も送っていたとされますが、1613年に中風となり亡くなっています。しかし死後に長安が不正に私腹を肥やしていたとされ、長安の子供たちは切腹となり、子供たちと縁していた大名たちも改易になるなど広い影響が出ています。他にも長安による幕府転覆説や正信正純の陰謀説など説については多岐にわたるんですが、家康も生前から長安の派手さはもちろん把握済みで、力を持ちすぎたので亡くなるタイミングで家康が処した可能性もあります。ともあれ、猿楽氏の子供から徳川直轄地を支配するその力量は相当なものがあったとされます。ここで忠和の家系からまた忠利の家系に戻りましょう。今まで紹介した忠和、忠世は忠重にとって次男の家系になりまして、忠重の長男は大久保忠利となります。この忠利も家康の勢力の拡大の過程で活躍してるんですが、忠利の代で松平清康の死に乗じて桜井松平家、松平信貞が宗家乗っ取りを画策し、広忠は伊勢に逃れた際には信貞から忠義を疑われ、7枚の起請文を3回書かされたと言われておりまして、広忠帰還の際も尽力を尽くし岡崎城に迎えています。その後は三木松平家で広忠叔父の松平信孝が広忠を害そうとするも、忠利はこの信孝を討ち取ることに成功しています。その後は桶狭間の戦いや三河一向一揆でも家康方として活躍し、松平宗家のピンチに貢献しています。あとは大久保忠勝が継いでおりまして、三河一向一揆では目を矢でいられ、片目忠勝と言われたとされています。それ以降の記録がなく、子供の安忠、安村と続き、安村は1300石の旗本となっています。これを見ると一族は忠世や忠親の家系を中心に動いていくことがわかります。
最後は忠利忠和の弟の大久保藤五郎忠幸です。1563年の三河一向一揆では鉄砲により負傷し、以後戦場に出られなくなってしまいます。そこで忠幸は第二の人生をお菓子職人になることにしました。家康は彼の作るお菓子が大好きで、信頼のある人物なので毒殺の心配もなく非常に重宝されたとされます。家康が国替えで江戸に入った際は、家康より浄水工事を命じられ、これをやってのけ、後に神田浄水の元になったとされています。この功績によってモンドの名前を与えられますが、モンドだと濁点で水が濁るということとかけてモントと読むように家康から命じられたとされ、この家系は家司司として幕府で活躍していくこととなります。ということで、今回は大久保軍団、大久保一族を紹介させていただきました。小手さん演じる大久保忠世を中心として、最後はお菓子職人大久保忠幸まで紹介させていただきましたが、大久保家もたくさんの一族が広がっていまして、大きく徳川一族に江戸時代通しても貢献している一族にはなるんですが、家康が勢力を拡大していく途中にはあのようにたくさんの戦場に出て活躍しておりまして、家康にとっても大きな存在であったことは間違いありません。これからのどうする家康も忠世や忠世たちの兄弟息子も活躍していくと思いますので、ここからそこの部分も期待しながら見ていきたいと思います。この度は最後まで小つばチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。